さあ今日もね、庄司が私の顔見てくるなりゲラ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 笑いましてね、はい、なんかついてたんですか、じゃあついてないんですよ。なんかテレビのランキングでね、ダントツ1位やったらしいんです。僕があのミヤネ屋のランキングでね、ずば抜けて1位、今ずっとミヤネ屋のいろんなもん、大体さんまさん1位なんですよ、すごい、いろんなランキングやってミヤネ屋で、はい、今日もまたあるテーマでまたダントツ、誰や誰や言いながら3位とかでこう出てきて、はい、絶対さんまさんちゃうかみたいなそんなテーマだったの。そう、そのテーマがまた、結婚してあの40代以上のおばちゃんらが、まあ、あの奥さんとかおば40代以上の人が選ぶ、あの結婚して、あのまあどういうんですかね、あの無理なんで結婚はこいつはしたくないっていうランキングで、大阪やから、私にも非常に好意を持っていただいてる、あれもう昔から俺を大事にしてくれてる土地の人たちが、あいつとは結婚生活したくないっていうので、その結果がなんかインタビューで こいつがずっと笑ってんのは、あの、テレビで見てる分には楽しいけど、あんなもん家に、おられたら、テレビとそのまんまと思ってんでしょうね。そう、テレビじゃないねんって。でも実際に家でおられてあれだけ喋られたらいやーって大阪東京のねおばちゃんが言う分にはあんなペチャクチャペチャクチャ喋るおばあん連中があんなもん家におられたら困るわっていう1位ってもう非常に嬉しくないですね。で2位が福山君なんで、その人たちはもう結婚してほしくない、もうずっと独身でいてほしいっていう2位らしいんですけど、俺の場合はもう家に俺あれ理由が全然違いますね。1位と2位で本間もんの1位だからね。あの2位3位と理由が全然違うねんから、本当に結婚したくない、してほしくない、ダントツ1位に選んでいただいたということが、嬉しいことなのか悲しいことなのか、でまさか一番日本で喋る土地柄の大阪のおばあんが、こっちも嫌だって私も言いたいです。そのおばあちゃんインタビューでむっちゃ喋ってますよ。すごい。テレビで見てたら楽しいけど、あんなも家におられたらもう、いやいやわ、うちとか言っとって。大阪のおばちゃんやからね、もう、まあまあね、あらゆるランキングにね、ずっとね入れていただいてるっていうのはもう非常にありがたいことじゃありがたいことなんですけど、中にはやっぱ選ばれたくない、相談したくないタレントなんかもう殿堂入りしたぐらいね、あれ、まあ、明石家さんまには相談したくないと。だからテレビで見てて、ね、僕ってどういう風に映っているのか、なんか上っ面な感じがするんですかね、なんか上っ面な感じが、上っ面じゃないでしょう、あのなんか信用ができないとか、なんかあのまあそ今のなんかもテレビでね、はい、私が人生で初めて相談したらゲラゲラ笑われて、あのね、泣くなって笑えて、泣くな笑えて、真剣な話をするイメージがないから、ないねやんね、だから、我が子が言うてね、俺がねテレビで宝物のように育ててる、今のがあいつには相談すんなよ、なんで笑いよるぞっていうことをテレビで発表されたから、どんどん信用なくなってるから。確かに我が娘に言われたら世間もそりゃ、世間はどう思うはいいんですけど、うちの娘だけはテレビでは、はい、うちのお父さんは世間ではこうだけど、はい、本当に私にはこうですよって、本当にいいお父さんですって言われるように育ててきたんです、私。それを見越してね。それを見越して、それが、まあ、あの日僕の体調が良かったせいか、今のが悩んだ時にね、俺がもう、そうか、わかるなって言ったけどよかったんけど、あんまりにも馬鹿げた悩み事だったんで、俺らもゲラゲラ笑ってしもって。ほんで、照れ隠しのために、ねえ、泣くな、お笑えって、言うたんですけど。かっこいいんですけどね、その言葉。いや、かっこいい言葉はいらないね。我が娘は。そうそうそう。親密だって、俺特に女の子やからね。多分ね、男の子なら、日華なら、多分、あ、かっこいいな、親父って思ったか知らないけど、女の子って場合はちょっと違うからね、話に同調してほしいんでしょ、そうだよねって言ってほしいですもんね。そうだよね。で、女の子の気持ちは僕わからないけど、きっとこうだと思うよ、とか言うのがいいんでしょ、そうでしょうね。俺もそれ分かってたんですよ。分かってたんですね。分かっ
あの、でお前誰やほんで。いや私もいつ、ま、いつご紹介すればいいかなって。前来た？そうですよ、私もう2回は出させていただいてるんですよ一応。前回は髪の毛。アイドルじゃないよね、おばちゃんやね。アイドル、あ、大阪から来ました大阪から来ました。そうです、前回髪の毛をロングからショートにしますって言って、うん、ロングの後にさんまさんに見せるのが楽しみだったんです、ショートにするの。ああ、それで分かれんかったよ。それからもう1年も間が空いちゃって、あーやばい、なんかしたかなと思って。なんかしたとか、ちごめんね、あのディレクターもね、あのいろいろ恋をしてしまうんですね。誰に恋をしたんですか。あのもう結婚した安田圭ちゃん。あ、それはそうね、キャスティング、安田圭ちゃんも年に1回か2回しか来なかったのに急に増えて、はい、なんでなんだろうってケイちゃんが言ったら、どうもディレクターが、はい、あの嫁探ししてるんで今。それは、そしたら私がはぶられちゃったわけですね。そういうことやね。ちょっとやめてくださいよ。残念、これからも残念。いや本当にこれからも。でも石川理香ちゃんに恋しました。あれか、なんか石川理香に切り替えたみたいな。スタッフ拍手してるでしょ。ちょっと、あの私休暇のお返しそうですから、よろしくお願いしますよ。手強いんちゃいますか、あの子。確かにちょっと気が強い感じ。手強いけども、年齢的なものを考えたりすると、いい、ね、結婚焦る頃だから。安田さんを安田はもう、もうめとられたからね、あの結構焦るような感じかな、しかりかちゃんって。どう、だからもう狙うのがお前アップロントではないやないか、そういう、だって年齢的なもんからいくと。石川さん、吉川さん、吉沢はもうね、進藤が狙って失敗したでしょ、はいはい、でそれはもうあいつがや、ね、狙えるわけもなく、だからターゲットはなんか石川りか一本に絞ったって言って。じゃあいっぱい来るかもしれないですね今後。なんか各週で来る可能性。本当ですか、ちょっと私も呼んでくださいよ。1年に1回でちょっと。ちょっとおばあちゃん。おばあちゃん。おばあちゃんいくつ？私18です。え、嘘やろ。本当ですよ。本当ですよ。そんな18あかんねん。マジで？はい、18バリバリの18。それは高校卒業したばっかりですよ。そうなの。これこんなやつが年取ったのに俺をあのくっちょ。うるそうって、もう結婚したくないわ。こんな30年後は俺を選んだよ。なん、私さんまさんと結婚したい、まあ、したくはないですよ。せやろ、お前俺も嫌じゃん。俺も嫌やわ、お前みたいな女、お前ペチャペチャくちゃ、お前なんでちゃ。18歳でおばはん化してるって。大阪じゃないですよ、もう埼玉です。なんでですか、埼玉でこれ今時こんな感じですよ。今いないいないよ、お前古いて、もう相当古いよ。お前お父さんお母さんはどこや。千葉と埼玉です。千葉と埼玉おかしいな。おかしい、おかしい、大阪や。大阪しか出てこない。顔も大阪やもん。顔も大阪や。大阪大阪。え、顔もそう、あの県によって違う。違う、それあるよ。県民性の顔はあるからね。お前完全にほんま関西の方や。大阪や。ほんとは大阪出身なんですかね。じゃあちゃうか。こんなおばあんいっぱいおるで。違う、ないなのに。いない。商店がキンキン鳴らしながら。そうそう。ブスどいてやー今から。ブス大屋の若おかむで。思うてて誰か好転かーって。仏壇いらんかー、誰か好転かーって。あのね、どんなイメージですか私。こんな仏壇の前で財布売ってたから。そうそう、おばちゃんどうしたみたいな。いや仏壇買えから財布売ってんねん。あ、名物おばちゃんなんですよ。仏壇豪邸で路上で仏壇をあの売ろうとする。仏壇ってそんなもんちゃうやんか。あの豪邸、誰か豪邸で、それがもう財布とか、ミスタージュンコ、はい、っていうのが流行った時にポロシャツ、それをテントに置いて、ミスタージーコって書いて。あの、言っていいですか、もう全体的にただのちょっとおかしな人じゃないですか、それ。ちょ、あの、お前大阪顔やね、本当に。うん、本当ですか。じゃあちょっと大阪弁で言ってみますか。どこに入ってんの、キュートか。そうです、キュートに、もうバリバリキュートじゃないですか。キュート何年やってんの、お前キュートで。キュートで7年ですかね。ああ、なるほど。え、そしたらお前11歳ぐらいからいるんだ。そうです。あ、違います。でも、ハロープロジェクトには8歳から入ってる。うそやん。ほんとです。え？ハロープロジェクトキッズっていうベリーズコンボ。おかいじゅうの。おかいです。
岡井千里さん。岡井千里です。ああ、そうか、岡井で切るんか。岡井で切る。岡井千里ちゃん。岡井千里ちゃん。岡井千里ちゃん。お前、里という感じやで、あの、昔のおばあみたいな感じで。岡井か。あの、そこはちょっと現代っ子で。お前、17歳じゃないよ、お前。じゃあ、18歳じゃないわ。違いますよね。まあ、今年19にはなりますけど。そうだ、お前、40何もやろ、ほんと。いや、違いますよ。でも、確かにキュートで、ランキングみたいな。ヒロモで聞いたランキングで45とか。ほらほら見られて結構内心落ち込んだんですけど、やっぱそうなんですか。顔はね、お前ショートにしたのがちょっと失敗かな。何サラさんは行く前はショートにしたらいいって言ったじゃないですか。ごめん、俺が間違いや、俺が間違いや。取り戻せないよ、髪の毛は。お前もう、俺が悪い。それはそれはちょっとね、本当に俺が悪かった。サラさんの責任もある。そうですよ、ショートにした方がええ。俺はまあショートの子好きやからね、ショートにした方がええとか思ったけど、おばちゃんに仕上がるとは思わなかったもん。でも、あの、言っていいですか？ショートというよりも、なんか、パッと見たら角刈りって感じ。角刈り、そんなのね。もう、その喋りが、いや、角刈りって、ほら、それがもう大阪やもん。ちょっとあの、生い立ちとか環境が、よきが作り上げてるんですよね。18歳のアイドルじゃないよね、絶対。アイドルじゃないんですかね。だからまあ、事務所も、こう、ヤングタウンに入れるということは、バラエティの方に行ってくれへんかなと。あ、もうそろそろアイドルはやめてくれってことですか、ね、そうですね、あの、人数も多いし、あの、今やアイドル時代に来てるから、ちょっと、でもこう人目らしいしたい。やっぱそういう形だったんですね。今気づかされましたよ。そうでしょ。はい。やっぱさんまさんみたいにパッと言ってくれる人はいないのです、ね。いやいや、俺も正直にはごめん、もう今日はもう俺がショートにしてしまったの。はい、ああっておばちゃん化してしまったやろ、ごめん。なんでですか。おじさんの今日あのロングなら可愛らしい服やんけど、これおばちゃんがチョイスするみたいな。いや本当に。水玉でいいじゃないですか。可愛いじゃないですか。おばちゃんそういう可愛いの好きやね。水玉でいいじゃないですか。なんだって言うのか、ドットって言うから。そうそう、水玉って言わないもん。ドットですよって言うよ。でもさんまさんも花柄じゃないですか。え、そうやから俺は花柄。俺と花柄関係ないやんか、お前のこと。フラワーって言った方がいいですか。水玉。まあ水玉なんですか。もう結構今日、ああ今日は久々にさんまさんに会った。おばちゃんがドレスアップしてなんかあのイヤリングもつけて、うん、あのなんか小旅行に行くみたいな。小旅行っていうのかな、うん、もうなんでアリマ明日からアリマやねん、うちその前に美味しい中華あるから中華食べていこうみたいな感じになってる。どうするっていうやつ。行かないですもん。ちゃんとしたカフェに入りたいですもん。スタバに行きたいですよ。喫茶店に行くとかいうおばはんやな。喫茶店に行くとか、ティーでもドリンクしに行かへんとかいう大阪のおばあちゃんやな。大島さんみたい。だからまあまああのね、こうして今日はあのなんていうの、おかいさんに、おかいのおばちゃんに来てもらいましたけど。来たで。いいよ。来たで。事務所も大変やねん。マネージャー頭抱えてないか、お前見て。どうしよう置いて。頭抱えてますかね。いや、楽しそうですよ、毎日が。どうしよう。キュートって何でんの、キュートって。5人だよ、5人です。あ、そうか。誰か不安やね、キュートのね、芸人で。キュートさん。誰か、フットボール？フットボールは岩尾さんとか見に来てくれる。岩尾が言っとるよね、キュート。じゃあ、ベリーズとキュートのファンですとか、言うてますからね。5人グループなのか。5人グループです。8歳からやってるっちゃすごいよね。なんか芸能界は古いが10年目やから。はい。そうなんですよ。だから、あれだ、イクボなんかは先輩に当たるんだ。もうすっごい先輩です。同い年なんで、こう、ピチピチ感は私も。いや、いつからおばちゃん雰囲気みたいになってきた。いや、でも私もやっぱ、いいくぼちゃんとかに会って、うん、あ、なんかちょっと違う、18歳だなって。人もね、見てから。人のは普通やぞ、お前。18歳や。いやいや、私からしてみたら、あ、なんかピチピチな子が入ってきたなって思って。同い年でも、こんな新鮮味のある子いるんだな。他のキュートも18歳ぐらいなの？下が17歳で。あ、なるほど。はい、でお前が一番上なの？あれ、違います。一番上21です。あ、キュートにそんなやつおんの？はい。21歳の人。うん、ああ、まだ分かって、おかしいな。なんでこんな風になったのか。なんでですか。私でもお前と食べるもんから調べてみ、なんで私こうなったのか言って。食べるものですか。過去ね、どんなもん食べてきたか。今里芋
とか筑前煮とか大好きちゃうの。あ、私桜ユッケ大好きですね。え、ユッケ、ユッケとか、あとレバ刺し。わあ、そうや、はい、どういうのも原因してるか分からへんね。はい、あとキュウリの浅漬け。浅漬けとか好きやな、ね、やっぱ可愛らしい、ものは好きじゃないもんね。可愛らしい、甘いものは。インクもなんかチョコレートパフェとかひじきとか好きなよ。ひじきとかそっちで、ね、パフェ、パフェ、こっちはパフェ、ひじき、私はパフェが好き。お前ひじき類や。ひじき類って何でしょ。アイコンとか好きそう。そうそうそう。似合いじゃ、あの好きそうじゃ、似合いそうやん。何言うんですか。持っても売りますよ。じゃあ黒豆とか。そうか、味噌汁派やろ。汁派やろ。あ、そうですね、お味噌汁、お味噌汁、お味噌には味噌似合うわ。なめこがいい。ああ、なめこがいい。なめこ。大変やな、お前。だから、女、18歳のね、こう、初々しさが、いい子もやっぱ18歳、可愛い、新人っていう感じ、アイドルっていう感じする。え、うん、光栄です。お前なんか NSC で長いこと埋もれてた、なんか女芸人みたいな。いや、それっぽいよ、確かに。だから不安は嫌やと思う。言われたらいい人、あ、この子面白い子、明るい子やなって聞いてるか分からんけど、あの不安はうわーってどんどん劣化してったなって思って可愛いよ。やだわ。しかも最近金髪だったんで余計ですかね。俺金髪やった。金髪だったんですよ。どうやった、その時の似合い具合は。その時はでもやっぱファンの人はアイドルが好きなので嫌だって言う人が多かった。めっちゃ似合ってた。それは本当に劣化したなとか思わず、まだ本当に可愛いと思った、はい、生写真買っちゃいました。え、本当ですか、はい、やっぱ人気なんじゃないですか。私女の子は好きだったほんまに。はい、買いました。お前ほんまに偉いな。いや、なんでよ。なんでですか。さんまさん見たら欲しくなりますって。分かった、金髪ならいいんじゃないですか。次回金髪だったです。大阪のおばちゃんも金髪とか紫とかおるよ。紫それに見えるんちゃう。金髪どうや。だから今はこうアイドルが好きな感じじゃないですか。アイドル好きのファンが好きなこう純粋なチャンネルじゃないですか。髪毛色みたいな。そうですよ。髪の毛色は軽く染めてるんだ。そうです。ああ。多分このぐらいが男性も好きなんじゃないかなと思って。そうか、顔が細くなったからかな。でも女性が憧れるような感じちゃいますね。ちょっと姉御肌みたいな感じの、明るくて元気で、明るくて元気だな、うん、女の子に人気が出る感覚が、うん、いいですよ。なんかいい方向に進んできてますね、うん、最初に比べたら。でも俺はアイドルとかが応援する気持ちとしては、はい、あ、こんな女嫌なんでですか。もう普通なんでですかって言う人あんまり応援したくないね。やっぱりね、助けてあげたいとか、僕が守ってあげなきゃとか、いうのがアイドルには必要なんですね。守られなきゃいけないんですね。だから、桃色クローバーなんかそうでしょ。頑張ってきたから僕がついてあげなきゃ。応援したい。俺たちが応援してあげなきゃっていう心境らしいね、おっさんがハマってるのがほとんどが。だから、助けてあげなくっちゃとか、はい、うわ、こいつ助けんでもええわとか、一人で行けできるわとかいうのには、こう、アイドルには向かない。いや、一人じゃ生きていけないですよ。言い方がもう。遅いよ。お前もう、お前結婚したら絶対毎日喧嘩のバージョンよ。やだー。喧嘩なんかしないですよ、もう。毎日こう人の話に共感をして。帰ってきたら愚痴でも何でも聞いちゃいます。嘘だ。聞いちゃいます。もう。頼もしいな。頑張れよ。頑張れよ。俺には関係ないからええわ。いや、楽しみです。ヤングタウン。明石家さんまです。庄司です。モーニング娘。の道重さゆみと飯窪春菜とキュートの岡井千里です。全略のコーナー。イエイイエイ。ということで、今日はね、向井ちゃん。向井ちゃん。向井です。向井ですよ。岡山の岡に井戸の井なんで。うん、お願いします。岡井って、なんか言いにくいよね。岡井。岡井って言いにくい。岡、何ですかね。でみんなにはどう呼ばれてんの、お前は。おかいちゃん。おかいちゃん。ちさとは言われてないね、下は。ちさってファンの人には言われるんですけど。うん、おかいちゃんです、ね。おかいちゃん。おかい、おかいはんでいいか、そしたら。あ、おかいはんだ。じゃあそんな感じで。あ、上品。
おかえりさん、こちらいただきましたのは何々からいただきました。前略、ヤンドルメさんこんばんは。こんばんは。1年3ヶ月ぶりにヤンタンに出演の、岡井千里さんですが、はい、彼女の最近のエピソードをまとめてみましたということで、あ、不安だ。要するに1年3ヶ月ぶりですってこの番組。そうですよ。だからディレクターに惚れられないからね、悪いね、ね、これは。惚れてもらうしかないですね。惚れてもらうしかない。お願いしますね。惚れちゃってください。まだ結婚してないんです。18やからな。18とはもう、ね、大体、はい、安田圭ちゃんが好きっていうぐらいですから、はい、次は石川ですからね、はい。やっぱしとやかな感じが好きなんちゃうかな、あのディレクターは。落ち着いた感じですか、ね、落ち着いた感じが。落ち着いていきますね、じゃあ。はい、だから女っぽさとかね、塩らしさとか。塩らしさ。しょっぱい感じです。なこと言うんでな。塩って何ですか。大阪も大阪や。大阪や。しょっぱい感じ。ないやないや、ちょっとわからんね。ないやでもほら、もう大阪や。まあ、こちら現在4人姉妹の兄弟の、はい、おかえちゃんですが、はい、6月になんと18歳さ5人目の兄弟が生まれるとのこと。そうなんですよ、弟が。嘘や。生まれます。私じゃないですよ。お母さんが産むんですよ。分かってる情報で。大きい声で説明して。何ですか。それ大阪のおばちゃんのもう一番悪いパターン。悪いパターンですけど、私じゃないですよ。いくつに見える4番と同じや。おばちゃんいくつ ?18 歳とか言って、あの、言うやつやね。分かってる。あの、10円のお釣りを、はい、100万円とか言うやつ。お母さんいくつや。お母さんは43です。まあまあ、はい、産んでもおかしくないか。ごめんなさい。お父さんが再婚とか、お母さんが再婚とかいうことじゃなくって、はい、最初からずっと同じ。で、18歳差の弟が妹ができるの、どっちかが。はい、しかも仲悪いのになかなかよくやってくれますよね。そんなもんやねん。そうなんですよね。だって、お正月に、もう話があるって言うから、うん、あ、うちも年齢がこうみんな上がってきたから、ああ、やっぱ来たか離婚って。したら、パパが超苦笑いで、うん、なんかこう、子供できたみたいなこうジェスチャーをする。かわいい。もっといいことなんだから、もっとよく発表してよって思いつつも、ちょっと私たちもびっくりして、すごい嬉しいね、はい、でも。いやいや、びっくり。これは私、あの、サトウキン畑っていうドラマで、はい、同じようなシーンがあるんですよ。あの、お母さんができちゃったみたいって言うんだけど、はい、俺はてっきり長女に子供ができたと思って、吐きませんよ、言ってお母さんを説教して私です、っていうシーンがあるんですけど、それを思い出しましたよ。もう本当でもドラマのような感じでしたね。みんな4人女性ばっかりなの？女男です。あ、今度も男って分かってるの？はい、次男の子って分かってる。18歳差の弟って、珍しい花の花粉みたいな出産ですね。本当ですね。なんでこの時期に痒いのかなってやつですね。5人目お父さんも元気やな。45やからね。私たちから比べたら13歳も一緒ですから。全然、あの、まあ、君らには発表する必要ないですけど、現役だからね。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。だからお父さんも咲いた後13年現役でいらっしゃるから、ね、気をつけてね。まだまだ作れるよ。もう勘弁してください、本当に。もしエッチしたら 100% 子供ができる生物なら、俺何言っててやろね、子供。すごい数。何百じゃない。なんか鮭みたいにしてるよね、サンマの子が。昔はすごいモテたって話を前回。あ、今もモテるよ、お前。絶対モテると思う。今ちょっとまた来てんねんで、ブーム、サンマちゃんブーム。モテ期が。モテ期、モテ期。モテ期来てんねん、俺。ずっとモテると思う。近所でも評判やねんか。近所でも。俺も全然近所しかないから。近所狭い範囲ですよね。ちょっと。あんまり真実のデータ出してるやん。正しいんだ。すごいねー。はい、おかいちさとちゃん。はい、二つ目。両親の影響で小さい頃からロックバンド。はい。あ、ボーイの大ファンだった。大好きです。おかいちゃん。はい。初開催が決まったキュートの武道館ライブでは。はい。ライブハウス武道館へようこそ。という名台詞が聞けるでしょうか。行きます。ライブハウス武道館へようこそっていうのはこれは、ボーイが言うたの。ボーイが、日本武道館で言いまして。で、今まで私ソロライブを2回やらせていただいてるんですけど、
あ、武道館で？武道館でじゃないですけど、どこで？会社の下と。やめ、それやめろって。なんせいいですよ。それこれは実用の。今武道館の話してんのに、お前会社の下はやめろって。最低ホールの名前言ってくれ。それもホールの名前ついてるやろ多分。ついてないんですよ会社の下ヘブン。ヘブン。ヘブンっていう。普段はご飯を社員の人が食べるから。ちょ食堂やねんか。ホール。カフェみたいな。それも食カフェじゃん食堂やねんご飯食べるところみたいな。カフェで綺麗な場所。ちょっと君ちゃんとも作ってみてよ。やるやんな。やる。あれ広すぎるわ。いやちゃんとそこでそのライン。武道館の話やってて2回やった。私2回やったんですけど、会社の下でって。まあ路上ライブに近いやないかそれ。何言ってんすか。もう私の中では偉大なソロライブをやってる。あとそこで一回やった。でもう一回は？半蔵門で。半蔵門なんなん？半蔵門のなんてとこ。TFM ホールですか？あ、そうですね。多分。で、やらせていただいたときに、そこで言ったんですよ。半蔵門へようこそとか、会社へようこそ。半蔵門？ちょっとした中華料理やな。中国料理やな。半蔵門って、なんでですか？焼肉屋やな。半蔵門。ラソーモンじゃなかった？こっちは芝居店で半蔵門。半蔵門と会社でもううちの内臓食べてみてくださいだからここ半蔵門身のうまいねいやそんなに小さなところから武道館で言えるっていうすごいなそうですグループとしてですけどねそこはソロではないいやいや武道館でライブってやっぱ夢の夢ですからねそうなんですよそこでやるんだ今度キュートがはい9月10日にやらせていただきますまあ今はねアリーナとか球場とかいろいろ会場ができてきてみんなそこでやるようになったけど頂点やからね武道館だから、ね、やっぱり矢沢永吉さんとかオフコースとかは武道館っていうね、はい、ライブの頂点は武道館そうです、ね、我々のちっちゃい頃は武道館が頂点ですよ、はい、ライブの嬉しいですだからビートルズも武道館やなそうですビートルズが初来日した時にはもう武道館日本で一番すごい会場ということやったんですから、だから本当にもう昔から考えると、武道館でやるのっていう感じで。そうなんです。かも10年も私たちこうハロープロジェクトにいて、やっとって思ったら本当に嬉しいです、ね。お会い嬉しいやろお前。お会いとっても嬉しいです。それ言うたっても食堂でやっとってね、もう武道館でやるんですから、考えたらお前舞い上がるぞ。そうですよ。100人でやってたんですよ最初は。えらい大きな食堂やな。えらい大きな食堂に変わってもう。ぎゅうぎゅう詰めやつやな。どのぐらい用意したらいいか料理を。もうすごいな。はい。だからとても嬉しいです。ボーイの誰のファンで。氷室さんですね。あ、氷室さん。はい。ライブとか行ってたんだ、武道館の。武道館の。私、年齢的には行けてないんですけど。あ、そうかそうかそうか。だけど、氷室さんのライブ、一人のやつは武道館に行ったりとかをしてます。はい、ソロライブを見に。まあまあまあ、かっこいい人ですからね。素敵な人で。そして3、ダイエットに成功したおかえちゃんが、一時期、かなり、やばい時期がありました。夜中にお菓子をバリバリ食べた挙句に寝ぼけて台所をうるつくという無遊病状態に、はい、意識のないまま勝手に冷蔵庫から食べ物を出し、料理して食べていたそうです。さんまさん、はい、おかえちゃんのいろんな意味で、日本一ロックなアイドルです。っていう。この人は日本一ロックアイドルということなんでこの人はって言い直すんですか？なんでお前がロックやねん。なんもうそうですよ。そうなんですよ。私、前回来た時よりも多分6キロぐらい痩せて。うん。あ、そう。そうなんですよ。せやろ、だから俺痩せた言うたら、あんな頑張れなかったもんな。はい、そうなんですよ。だけど。その前は太ったの？その前はもう太ってたというか、自分であんま意識してないうちにどんどん太って。まあまあまあ、18歳やから成長期があったりとか、太りやすかったりとか、道重なんかでも俺らびっくりするぐらい横に広かった時もあって。道重さんが。だからこいつ親方っていうニックネームついたぐらい。そう、道重親方。じゃあ私がいたらもっとすごいことになってる。いやいや、まあ成長期やからしゃあないねんけどね、横に広がり縦に伸びの繰り返しなんですね。そういうことですね。だから、最近。何ダイエットで最近はでもあんまり本当に意識をそんなにはしてなくて、ただ朝ごはんしっかり食べて、完食するようにしたんですよ、あえて。
お腹を空かせてからご飯食べることが多かったんですけど、それで食べてしまうから完食して抑えるようにしたんだ。はい、はい、そしたらなんか徐々に、まあまあ18歳やから全然気にしなくても、まあまあ最近の子は気にするらしいけども、そうなんです。しかもキュートが結構露出が多いんですよ、衣装の。あ、そういうこと。へそ出しがすごいので。あ、なるほど、なるほど。しました。そうね、一生懸命ダイエットしたんだ。しましたね。何キロまでだ、上は何キロまでいったお前。上53キロですかね。あ、それ大したことないな。でも身長が150センチしかないんで。ああ、そうかそうか。結構その身長で。で、今は 40? 今44キロくらい、ね。44キロになった。すごいね。すごい、9キロ違う。はい、そうなんです。まあまあ、リバウンドはなし。リバウンドは3キロしました、でも。ああ。そっから3キロ戻っちゃって。まあまあなあ、はい、そういう、まあ、成長期はしゃあないわね。はい、だから、今回なんか、朝のね、NHK のヒロインが、はい、フライデーされて。はい、誰？NHK の、あれ、霧島部活辞めるって女の子や。若いですよね。17歳、そうですよね。17歳で、今 NHK の今人気ある、セブンティーンモデルです。そうそう、はい、あの脳年じゃないですよね。え、脳年っていう子じゃないですよね。あ、違う、あの主役の子じゃないですよね。あ、あれは主役ちゃうの、あの子今日捉えた人は。あ、友達、友達役なんだ。主役の友達か。すごい美人な子ですよね。そうそうそう、すごい綺麗で。霧島部活辞めるって僕は見たんですけども、 NHK はまだ見てないんですけども、えらい今流行語になってるんですね。そうですね。なんかジョンジョンかなんか言う。え、ジェジェ。驚いた時とかジェジェとか。そうなのっていうのをジェジェって書いて、なんか言うんだよな。それで今もうね、要するにツイッターとかで今やるぜジェジェとか返すのが流行ってるらしいんですけども、俺は知らなかったんですけども、ジェジェとか言う。でその相手がナオトって、ナオト君やったっけな。それがなんかアッパレに出た子なんですよ。すごい。あっぱれ、今日もなんかテレビで、さんまの教え子とか、ネット炎上とか書かれて、とか、言うて、あっぱれの子が、俳優かなんかに。俳優なんて、まあもともと子役やってたんやけども、はい、そこから俳優になって、今22歳かな、5歳さや言ったから、でもいきなりその17歳のね、女性と女、ね、俺もさんま、あっぱれさんま大先生で一体何を教えてるんだとか思われたら、ね、内山といいな。一体何を教えてんねやって。でも周りは確かにあっぱれって言うてるかもわからない。だからね、今や勘九郎さんの奥さんになってる愛ちゃん、前田愛ちゃんも、あっぱれと、その多分同期ぐらいの子だと思うんですけども、フライデーされてまして、22歳と17歳のフライデーってなんかね、すごい青春ですね。青春。なんか手をつないだぐらいらしいんですけども。爽やか、爽やかですね。うん、でもまあ事務所は否定せなあかんし、まあね、ファンはやっぱり今そのね、NHK の連ドラのファンが、はい、将来をどうしてくれるんだいって男の方に、行ったみたいで、でもブログ閉鎖して、かわいそうにね、17と22なんかデートしてもええよな。ないやいや、ほんまほんま、一番したいやろ、デートを。17歳の女の子なんて。青春ですもんね。一番楽しい時やからな。お前らまあ、そういうの我慢せなあかん職業やから、かわいそうやと思うわ。だからデートしたいやろ、もう、本能的に。本能的に。本能的に。そうそうそう。メスの本能。相手が思い浮かばないから、そんな想像もできないです。はあ、相手が思い浮かばないっていうか、その好きな人もできてないんだもんな。はい、ああ、でも、みんなのこう、要するにテレビドラマとか見てて、あ、こんなデートしたいなとか、思わないんだ。抑えるんだ、お前ら気持ちを。みちぎはどうして過ごしたお前18食うと。あ、でもなんか漫画とか読んで、まあ、一緒になってその主人公になった気持ちで妄想とかはしますね。ああ。なんか制服デートとかって楽しそうみたいなのとかはやっぱ思ってましたね、10代の時は。ああ、そう。今はもう全然ないですけど。これはまあなあ、せやわな。漫画とか読んで、お前もチャラにしてるんだ。そうですね。水族館とか、漫画でよく出てくるんですよ。水族館デート？はい、水族館デート。多いの？漫画は？はい、遊園地とか多いですね。ああ、なるほど、なるほど。おい、君に届けっていう、はい、子
コミック面白いのあれ。面白いです。あ、そう。キュンキュンします。昨日買おうかどうか、もうすぐ悩んだ。すごいあれって若い子が読む漫画ですよね。少女漫画。そうですよね。ボボボのボのボ。ボボ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 ボはい、あのさんまご、よずらかしやテレビのファンが、ボボボーのボーのボ違う、ボーボーのボーのボーいらないです、ノーいらないですボー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 です、ボーボー5つ、5つかボー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 7個ボー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 すまんけど、3巻まで構成しもうて一気にじゃあもう先にあれな、はい、あダウンロード時間かかるから入れとかなあかんね、はい、みんな面白いだからお前言うてくれよお前読んでないです私お前ボボボーのボボボーのボボボー面白いみたいな言うてたやんかアニメでアニメが好きだったんですけどお前言うてあれな新幹線でバーってね来たから読んでたんですよあじゃあおすすめの少女漫画教えますよ何お前はおすすめね青葉ライドっていうのが面白いです青葉ライド青葉ライドお前でもジョジョのファンやからなこれは大人気ですもう本当に若い女の子たちみんな好きですねああ君に届けと同じぐらいキュンキュンするあまあ先に君に届け読んでみるわ最低やってボブボブ読んだ時どう思いましたなんじゃこれこれで、何やねんって言ったの、フジテレビのスタッフにね、お前、ボボボーのボーって何やねんって、あれ、小学生から話してるんですよ。確かに、なんか少年コミックとかに入ってるような。俺た、小学校の時読んでたよなーっていう話になって、50代。早いでや、おわれて。どういう漫画が好きなんですか俺は、まあまあ、昔から、愛と誠とお前ら知らんやったけども、映画化されたやつ。いや、愛と誠とか、今はまあ、ちょっと田舎っぺ大将という、俺がちっちゃい頃の、面白いギャグ漫画なんですけども。田舎っぺ大将。田舎っぺ大将。歌が有名なやつです。あ、そうそうそう。なんだっけ一つ買ったらねって、しっからん持ちで。そうそう。二つ買ったらねって。ありますね。天童よしみさんやったかな、あれ歌は。あ、そうですね。あそうだ、ドボチって、ドボチってっていうのが流行った。で、やっぱ我々が中学校のくらい大ファンで呼んでたから、まあそれは懐かしく読めるんだから、ラブコメディが好きなんですよ。だから、まあ今まで読んだナナね。あれはすごかったですね。素敵でしたね。だから、まあもちろんドラゴンボール、ワンピース、ハンター、ハンターと来てるんですけども、新しい漫画に手を出そうと。なんでボボ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 。進めない。面白い。で、この間俺ボボのボボはありますよとか言うから、その時に言うてくれたらいいのに。配球っていうのが面白いです。そういう友情ものとかなんですけど、男子バレーボール部の配球っていうカタカナで漫画が、はい、今6巻まで出てるんですけど、うん、面白いです青春で一応新幹線乗るから暇つぶしに、はい、もう忙しいのこの頃チャックのシーズン4出たしね、チャングムの誓い27巻まで行ったから、忙しいなら読まなきゃいいのに。27巻まで行ったから。忙しいなら新しい漫画読まなきゃいいのに。新幹線行っちゃうと、それ。新幹線。あまりにも闇金牛島が早く進んでしまう。まあしかも漫画で持たなくていいから重たくないですしね。確かに。もう、それはね、新幹線の移動は楽。やっぱりいつも大体分厚い本2冊入れて、暇つぶしに読もうかとか、DVD を見ながら移動してたんですけど、うん、やっぱりね小説とか読むとやっぱ疲れるんですよ新幹線で小説って、はい、目が、うん、漫画だったらあっさりもうパッパッと流しながら読めるから、はい、一番漫画がちょうどいいかと思って、うん、まあまあみんなが読んでるやつを全部制覇したのと思って、うん、すごいすごいよ人気ですもんね漫画映画化されるものもめっちゃ増えてきましたしうんもうなそれは知ってるよ知ってるそれだけ大そうです青木琴美さんとかすごくないですか何書いてる人何書いてる人僕妹とかです僕は妹に恋してるとかあの人のやつがすごい人気です未成年じゃ僕妹って映画化されたよな映画化されました宮崎葵ちゃんああそうかそうかはいそんな
読みたいと思えへんもんな。あ、そうですか。うん、まあおっさんやからね。庄司はもともとあの、うん、そういうのハマることのもない、うん、アニメは、僕漫画読むっていうか、はい、あの青木プロのあの、はい、何は銭堂とかね、そういうふうな、なんか、あの、そういうなんか。お前、何は金融とは知ってるよね、テレビ化されてるやつ。あんま古いか。どっちのそういうふうな見て面白いなと思うんだけど。やっぱこう、闇金だ。そうそうそう。金融もんっていうのは、違う別世界やから、面白いんですよね、あれね。こちら、ちんどんシャッテンターンからいただきました。全力の皆さん、こんばんは。こんばんは。衝撃の安田圭さんの、結婚報道から、およそ1週間が経ちました。モーニング娘。の OG メンバーを中心に祝福の声が溢れていますが、現役のハロプロメンバーは全くこの問題に触れていません。特に安田さんのことで笑いを取りまくっていた道下さん、この結婚ニュースについてどう思われているか。あ、そうか、先週休みやったからか。はい、先週お休みさせていただいたんですけど、コンサートだったので。はいはいはい、安田圭ちゃんが、はい、もうね、俺も衝撃やったんですよ。びっくりしました。俺も事前に圭ちゃんからメールいただいて、あ、そうなんですね。結婚しますという時に、返信が浮かばず。おめでとうじゃん。って、これ、なんかって、俺を騙してたんじゃんとか。だっけみたいな。そう、そういう気持ちでしたからね。どうだろう、お前、道重、お前の。いや、私、安田さんが結婚するってなんか全然想像もしなかったんで。そうそう。すごいびっくりっていうのと、あとなんか、あの、ヤフーのトップニュースとかに、なんか、ドヤ顔帰国、ドヤ顔帰国。あ、安田圭、ドヤ顔帰国って。はい。ってなってたんで、なんか、安田さんらしい記事だなと思いました。なんか、幸せオーラがとかじゃなくって、ドヤ顔って書かれちゃうところが、なんか、安田さんらしいなって思いながら。失礼やな。それ、ヤフーニュースの、ね、見出し考えたい人な、安田圭、ドヤ顔帰国って書いてある。はい、いくもなんかどう思ったの、安田圭ちゃん結婚した時。あの、そうですね、テレビで、なんかすごい幸せですっていう風に言ってるバラエティ番組で言ってたんですよ、うん、ああそれがすっごい笑顔が本当に素敵でキラキラしてました。ああ、せやね、こういうだけのキャラを貫いてきた人やから、はい、あのね、もうダメキャラとかね、ブスキャラみたいな感じで結婚できないキャラみたいな感じでしたもんね。来たのにここへ来てかっこええ男性でな、いや、すごい良さそうな人ですもんね。でも青年実業家やからな、まああれは。そうですよね、すごい。レストランもやってるんでしょ。レストランも2軒やってたりするやろ。すごいですよね、安田さん。すごいよ。かっこいいですよね。かっこいいですね。みんな思ってるけいちゃんって、あの、ブサイクちゃうしね。お前、超綺麗で、ほんとほんと。お前、ね、最後もええし。いや、ブサイクちゃうし。全然ブサイクなんて言ってないですよ。言ってないけども、お前が扱うような、はい、考えたスタイルもええし。まあ、目大きいですし。目大きいし、あの、綺麗し、歌がうまいし。はい、みんなが悪く言うほどね、みんながなんか積み上げてきたキャラが、そうなってしもて、かわいそうやなと思ったんですけども。投げキスしておえって言われるみたいな。そうそう。ないですもんね、今まで。アイドルでな。びっくりしちゃいました、ね。投げキスおえが、それがもうね、決まりになってしまった。あのキャラのイメージで行くから、かわいそうなことはかわいそうですけども。おかいなんかどう思ったの？いや、私はでもやっぱりなんだかんだ幸せは来るんだなって思いましたね。なんだかんだ幸せ。だってなんか絶対になんかこう結婚はしないみたいな雰囲気がすごい漂ってたじゃないですか。おけいちゃんね。はい、でも最終的にはやっぱモーニング娘。の一番のセンターの阿部さんがまだ結婚してなかったりとかするのを見ると、ああ、なんかやっぱり幸せは誰にでも訪れる、頑張ろうと思いました。あ、平等に、平等に。お前も大概遅いと思うよ。本当ですか？私結構早そうって言われるんですけど。いやいや、嘘、家庭的だと思う。料理とかすごい上手ですし。家庭的、めっちゃ家庭的ですよ。料理も毎朝お弁当作って、ちゃんと朝ご飯作って、家族に。何作るの？最近はですね、なんかあの、洋食がお母さんが好きっていうものですから。お母さんが作ってあげるの？あの、家族に起こして、全員起こして、叩き起こして、あの、出してます。グラタンとか作ったりとか、あとハンバーグとか。すごい。ちゃんと作れんの？あ、作ってます。でも、なんか、適当なんで。うん。そういうとこちょっと、まあ、適当でもし美味しかったら最高やね、うんうん、一番いいですよね。本当ですか？うん。適当で作れる人が一番うまいねんからやな。あら、でもともとはなんかその適当で料理をやりすぎてて、うん、本当の料理が分かんなくなったんで、ちゃんと本を見て作るようにして。してんの？はい、最近は。そんな風に見えないけどもね。まあ、ギャップですね。ただ、ギャップやけども、お前はでも二人っきりになると、ムード出せるの？お前。出せない。そんななんか、その漫画とか、あんなの無理ですよ。無理ですね、あれは。だっ
かそんなの求められても無理よ。じゃあ無理ってお前あのあれやないか、こう、黙る時間が、はい、素敵だったりするやないかい。黙る時間が素敵、愛してる者同士はそれが一番、黙って持つのが一番ええんやないか。え、もし、うん、だから間が持たないどうしようっていうのはまだ好きとしちゃうんやないか。あ、気使ってるから。そうそう、静か、もし静かだったら、え、なんか喋ってよ、ね、何考えてんのとか言っちゃう。じゃあ言うの。それがあかんわ。何考えてんの。大人ですね。なんかが大切。ソファーに二人きり座ってんのに、はい、別々のことしながらでも幸せな空間が気づけるのが一番いいわけやからやな。ああ、そうなんですね。そう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 。ねえねえ、何こう浸透しちゃってとかいうタイプやろ。何この空気。そうそうそう、もう男にとって一番嫌な女、うるさいわと思うね。そういう時になった時はそうしないようにしますよ、これを機に。あ、はい、でもまだお前子供やからな、そういう雰囲気出せないわな。そうです、まだまだキスとかあのする時で、いや今シュートしてるでしょとかお前絶対言うタイプやから。なんかはあのこう受け入れるタイプやな俺は。この経験上黙って漫画読んでてそんな感じがします。お前、はい、目をつぶる感じやよな。大体そうですね。そうだったら絶対逃げるとか思いながらこう漫画読んでますね。かわいいの感じてか漫画読んでて、なんかこうあるじゃないですか、あ、そういう雰囲気でもうこれするなって、あ、絶対こんな時逃げるなとか絶対思って、逃げるってない。どういうのかしら。でも好きな人やねんね。そうですけど、外にすることないじゃんとか思ったりとか。確かに、それ俺と一緒。俺と一緒。あなた、よう外であれだけ揉んどって、よう言いますわ。俺と一緒って。揉むのは OK なんですか。ね、そうです。人前でみんなの前で揉んではんねん。そうです。じゃあ、受けで。路上でやったらいいけど。個室で、お店やからね、部屋と一緒、はい、俺が路上でもね、もうだったらそれ言うてくれ。これはそんな感じですね、はい、俺もねよくこの昔ヤングタウンやった玉井っていう、はい、ミュージシャン、今はプロデューサーやってるんですけども、うん、俺の車の真横で俺がいるの知らず恋人とブチューンキスしたことがあって、俺がもう1メートルぐらいでその一緒にやってるやつのキスをずっと眺めてたことがあるんです。でもそういうの見ちゃいますよね。挨拶しようと思って頭いいやと思ったら君の恋人とブーンちゃう。どうしよう。そんなそ俺がどうしようやつ。そうですよね。信号は赤やしやな、歩行者が通ってるやしやな、これもまあバックもできず、うん、一瞬の隙をついて、それで顔をぐるーっと回した時に目と目が合ったんです。俺とたまに、もう気まずすぎたよ。気まずい。おーって言ったんですか。もうだ黙って手だけおー。そうだ、かっこいい。目をそらして信号は青になるのか待ってる。向こうはすごいずっと頭下げてましたけど。そうですよね。でもなんかそんなさんまさんがかっこいいですね。そのあと上げて何やってんだよって言えるか。言えないですか。いや、お互い気がつかずに行けばええなっていう判断やったな。そうですね。まあどうせでもキスしたことはラジオで言いましたけど、絶対、うん、言われてましたけどね。どうせ言いますけど、そんなの黙ってられんが、知り合いの1メートル前でキスするってそんなことあるか。恥ずかしい。しかもラジオ一緒にやってる人にすごい偶然。あんな偶然頭いいなと思って、ね、2人で恋人と歩いてきた、はい、窓を開けて挨拶しようと思った瞬間、ブーチューってベロ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 って言って、やだーキャーキャー。でもやっぱりこうキス下手な人間からしたら、たまえうまいなぁと。勉強したんですか。勉強ありがたかったです。ありがたかった。盗んじゃったの。見てわかるものなんですね。え、見てわかる。わかる、いや、ちょっと、ああ、そうか、ああ、すんのかっていう。まあ、その、キスの、いろんなキスがありますけども、その、どのキスが好きかによっても違いますからね。なんか大人ですね。なんか今すっごい、なんか。そう、上目線で、なんか上やないか、お前。お前、キスなんかしたことないんだよ、お前。私10年間ここにいるんですから。キスの練習はしたことあるやろ。知らん。あ、ただMV 撮影でリンゴにチューするのを練習してこいって言われてやってみる。
そうだ、何の MV？ キスミ愛してるっていう、あの MV で。ほんでリズムにキスするシーン、練習してこいって。練習してこいって言われて。リズムで練習した。練習したんですけど、結局使われてたの1秒もないぐらいです。可愛くリンゴにキスする。可愛くリンゴにキスする。こちら、陳道者テンターがいただきました。前回のようなこんばんは。こんばんは。先日、道重さんと飯窪さんが、プライベートで初めて、二人っきりのご飯に行ったことをブログで報告していました。はい。道重さんのことが大好きすぎる飯窪さんは、とても喜んでいたようです。もちろん先輩の道重さんが怒ったと思いますが、ぜひ初めての二人ご飯の時のエピソードを詳しく教えてください。ということですけど。お前ら二人ご飯行った初めて。初めて行きました。何食べに行ったの？なんだっけ？キムチチゲ鍋と、あ、そうそうそう。あと、明太餅チーズ的な。なんか女の子が好きそうなメニューがいっぱいあるお店に行きました。はい、ああ、初めて行くもん、二人で。個室を予約したんですよ。ああで、その個室。飯窪が？はい、そうです。すごく雰囲気のあるお店で、ちょうど二人席なんですよ。飯窪が取ってあげた。相談して、二人でここ行こうって言って、はい、ここ予約しときますねって言ってくれたから、あ、じゃあよろしくねって言って。届けって言ったじゃん。違います、違います。いい感じに優しいです。はい。で、なんかすごい雰囲気のあるお店で、うん、こう、道重さんと向かい合わせに座ってたんですけど、二人でいて横に座ってどないすぎて僕ら慌てて憧れの道重と二人きりの初めてのご飯やもんね、はい、で明かりもすごいロマンチックな感じで確かにね、うん、向かいの道重さんすっごい綺麗にライトアップされてたもんね、ライトアップされてた、ありがとう、笑いながら言ってた、何それバカにしてるそれ何好きな笑いながら言ってた、珍しく笑いながら言ってたもんね、なんかそれ変だった？綺麗だった？美しかった。なんで笑いながら言うの？なんで？美しかった。お前な、こんなお前な、すごい家があるぞ。とても美しかった。自分が言うような言葉やで。あまりにも輝かしく神々しくて、はい、光栄すぎてもう嬉しいわと思ったもう感動のがわそうやわな、そうです、たまに俺なんかでも後輩とご飯食べに行ったり、うん、本当に喜ぶやつがおるの、うん、ちっちゃい頃からテレビ見てた人とこうして一対一でご飯食べてるんだと思うと、なんか変ですとかいうやつ、ね、いるんですけども、うん、はい、そういう気持ちなのか、そうなんですよ、嬉しかったの、本当に感動しました泣いてるで今も思い出して , 笑いだけ出る俺どんなやったの、俺で神々しくて、はい、どんな会話したの、そうそうそう、例えば鍋とかを道重さんがこうかき混ぜてくれるんですよ、何泣いてんのおもうじゃあ何よ、はい、俺がもう本当にマイケル・ジョーダンとかとご飯食べるみたいなもんやねんもんな、お前はいいじゃん、人それぞれ尺度があるからやな、それ泣くほどの焼くほどのもんでもチゲじゃないでしょ、チゲ鍋ですってそんだけ嬉しいのお前らには分かれんの、お前もいやいや俺らがお前らがいつもゴルフ行ったらタクシー乗ったりしてるからやな、分かって俺なんかと行くとき感動しょんねんお前言うけどもお前いやでもそれチゲ食べながら泣くほどいやお前たまにお前クラブのお姉ちゃんでも、はあ、中学校の時見てたらほんとねクラブとか行ったらさまざまおっぱい触れて聞いてたんですけど、はい、本当だったんですねって喜ぶ人もいるねんよ、お前そういうの、そうやねん、変わってる、変わってないわ。さんまさんに、まあ、ね、いつか会えると思って、六本木のクラブに勤めた子もいんねんで、お前。それは嬉しいだろ。田舎町に暮らしてたら、はい、一生さんまさんに会えない。あ、そうだ、さんまさんよくテレビでクラブ行ってるらしい、六本木の。ここならいる、行くんじゃないかっていう人もいてんねん。すごい、さんまさん。俺、すごいねんで。すごい人だ。はい、一緒に暮らしたくないナンバーワンやんて。会いたいって言うても暮らしたくない人がいる。ああ、俺、くもん、道重がこう、ま、かき混ぜてくれてんだけど、ふぇーって思うんだ。はい。もう、今年の目標が、道重さんとプライベートでご飯に行くだったんですけど、もう、はい、達成できたと思って、嬉しかったです。その時も食べながら、チゲ食べながら涙は。大丈夫です。その時は大丈夫でした。今思い出してまた感動した。思い出したよかったです。かわいい。道重嬉しいな、こんな。嬉しいです、そんな喜んで。ほら、会話もあんま覚えてないんだ。いや、会話もしっかり覚えてます。何、どんな話した？そうですね、メンバーの、悪口。悪口
あの人ね。なんで答えちゃった。メンバーとこれからこういうふうなことしよう思ってるんですとかそういう。あ、そんな感じです。なんかメンバーこの間こういうことがあってみたいな、うん、可愛いと思いましたみたいな話とかしてました。なるほど。はい、見てしげお前。怖いもん。でもまあよかった。ありがとうございます。はい。ヤムス褒めてま川柳褒め短歌のコーナー。イエイ。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちヤムスを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。はい。ではまず道重からです。愛知県のプリンみたいさんからです。よー。連休の最後は焼肉愛ちゃんとエリーダ。はい。高橋愛ちゃんがあのゴールデンウィークの一番最後に中野サンプラザでモーニング娘。コンサートやってるのを愛ちゃんが見に来てくれて。見に行くんだ。はい。で、その帰りに愛ちゃんと一緒に焼肉に行きました。二人で。二人きりで。どんな話だ、その愛ちゃんとは。愛ちゃんとはもう本当に愛ちゃんの舞台のこの間の感想を言い、で、今日のコンサートの感想を言い合ったりとか。愛ちゃんは今何やっとんの今。今舞台がちょうど終わったところで、あとなんかこれからあの喉の手術をするんですよ。だから休養するみたいで1ヶ月間ぐらい。喉の手術はボリーフ、はい、いや、ボリーフじゃなくて、なんか、整体 あ、そう。はい、みたいです。はい。みんなやっぱり、急に疲れたりしたらいいんでしょうね。はい、だから、最後にいっぱい喋っておきました。最後にというか、休養の前にいっぱい。あ、そんな一時、はい、病院に行って、要するに、整養しよんの。そうですね。はい。はい。また、連絡したらなあかんな、そしたらな。はい、病院とかわかんの？あ、病院とかわかんない。わかんないの。まあ、行ったら迷惑やんな、俺。喋れないですからね、あいつは。大阪のおばあにも嫌われてるから。うるさいらしいから。俺、やっぱ行かんとこは。わかった。続いていきます。千葉県のビアンコネロさんからです。茨城で、ソロバスツアー、バースデー。あー、やったの。はい、これからなんですけど、7月13日がお誕生日なので、13日14日に、初めてのバスツアーでソロで。あ、そうか、もう7月で、だから、はい、庄司の誕生日もうすぐで、俺ももうすぐだ、もうすぐで、俺たち。一つ、年取りますね、庄司さんも、佐野さんも。いやなぁ。ほんと心から嫌そうですね。そうだよ。もう、まあまあこれ、サラリーマンとかね、はい、やったら、気持ち違うんですよ。芸能界にいてて、5、8って嫌やで。あ、もう一つでも若く、痛いしね。もう5、8になってしまう悲しさ。あ、そうかそうか、バスツアー行くのか。はい、やってきます。はい、俺もバスツアーやからやってみようかな。喋り倒したらいいんじゃないですか。二度と嫌ですよ。あちこち乗り移らなあかんからね、乗り換えして。あ、そうかそうか、何台かあるわけか。1台だけじゃないと思うんで、はい、大体そうです、ね、3台、4台で行くと、あ、途中のジョイントジョイントでまた乗り換えて。で、またおしゃべりとか してあげるのか。あ、でも私たちはバスには乗らないんですよ、ファンの方とは。そのバスツアーで、ファンの人がバスで移動して、その着いた場所とかで一緒にイベントしたりとか、歌歌ったりとか、写真撮ったりとか。写真撮ったりとか。バスツアーなんのそれ。バスツアーです。そのもう、目的地についたらええねやろな。でもそう、でもそうやって言ってますね。で、そのバスの中はお前らの歌が流れてんのよ。だったりとか、サミたちのその、VTR とかが、流れてる。たりとかしますね。ああ、それ見て、はい、わーわーとか言いながら本人と会えるわけか。そう、その到着したところでは本人と写真撮ったりとか。テンション上がってくんねんな、目的地に近づくと。どう、いや、俺らやったらどうなるのかな。少女お前どんなになるかやってみてくれよ一回。いや、僕ら前ねやりましたよ。バス、うん、あの三台か四台ぐらい連なって、あ、目的地に行くのに、うん、あのね、そんなに盛り上がりません、ね。そうですかね、バスは楽しいイメージが。曲やったやけど、俺はしゃべりやからな。そうね、長いでしょ。うーん、そんなね、もう20分、30分で作んならいいけど。そうやな。そんな、俺は20分くらいしゃべって、その後シーンとしてんのもな。そうなんですよ。ああ、気まずいな。抽選会でもそんなに長いだね。そうやな、考えた。俺は無理やな。そして。はい、福岡県の鎮魂シャッテンターンさんからです。よーいいともにサプライズ出演したときにタモリさんからいじられ倒す。道重が？あの、モーニング娘。全員でラブマシーンを日本語バージョンで歌おうみたいなコーナーに出させてもらって、はい、で、それで愛の機会みたいな感じで歌ったんですけど、ラブマシーンを。その時にタモリさんが、まあ、いじられ倒されてはないんですけど、なんか、
一番可愛い、なんか、サイミンよりも新メンバーの方が可愛いじゃないみたいなことを言ってくれたりとかして。ああ、それで、ボケ、ボケに回してくれたんだ、はい。いじってくださいました。私も可愛いですとか言って。はい、そうです。今も私リーダーなんですから、みたいな。ああ、はい。話をしました。かどかし受けたんでしょうね、それは。はい。ありがとうございます。はい、さあ、続いて。はい、神戸市のブラックデビルダウェさんからです。お弁当、イカスミ入れちゃうお母さん。ご飯真っ黒系なの？そうです。イカスミスパゲティ？イカスミスパゲティです。中学2年生の時に反抗期に憧れた時期があって、お母さんに反抗するのは怖いからお父さんに反抗したんですよ。まあまあお父さんに反抗するんですよね、はい、あれはね。返事を しなかったりだとか、をやってみようと思ったら、その返事をしなかった次の日、お弁当開けたらイカスミスパゲッティで、ご丁寧に歯ブラシまでついてて、人にバカにされる気持ちを知りなさいって言って。かっこいいね。なんでイカスミ歯が状態に。意味わかるやろ。なんでイカスミ、イカスミ大体想像つくでしょ。お母さんおしゃれしてやなそれもじゃあお父さんに聞いて、お母さんがよし分かった私がやってやるということやろ。そうですね。かっこいい。はい。お父さんに反抗期を迎えるのは当然らしいですから。あ、そうなんですね。これはもう本能的に近親相関を抑えるために、お父さん嫌いにさせるらしい。でも罪悪感でいっぱいでした。返事しなかったら。ああ、でもそれはもう普通の、ちゃんと育ってるいうことらしいんです。で、お母さん、お父さんずっと好きっていうのはおかしいらしい。へえ。だから嫌いなように、避けるように人は作ってあるらしい。すごい。はい。すごい人って。深いですね。深い深い深い。ね、だからもうね、それ聞いてからもう今嫌われて、俺の場合ずっと反抗期なんですけど。大成功ですね。大成功。いや大失敗でしょ。大失敗で。でも反抗期あった方がいいんですもんね。あった方がいいんだけど、ずっとというのないらしいんです。ずっと違う。これは停滞ないらしいんです。一時期らしいんです。異例なんです。異例異例。さあ続いて。はい、神戸市の与之助さんからです。買っちゃった漂流教室第一巻。そうだ、漂流教室なんなんそれ。梅津和夫さんという方が書いてる漫画なんですけど。昔の書いてるやつか、うん、漂流教室と。はい、中川翔子さんがおすすめの漫画って言って、漂流教室を紹介してくれて。はいはいはい。だから中野ブロードウェイのマンだらけっていうお店に行って、漂流教室の一巻をとりあえず買いました。そうそう、中野ブロードウェイっていっぱいアニメのグッズとかいっぱい売ってるとこでしょ、はい、そうです。そこで漫画本もあるんだ。はい、もう何でも揃ってますね。そこは。はい。はあ。そうかそうか。俺もインターネットでない場合はそこ行けばあるんだ。そうだと思います、きっと。で、予約したら手に入れてくれやるんだ。はい、なんか原画とかも飾ってあったりとか。本当に何でも。俺原画、ドラゴンボールの原画、もらったことある、はい、そこの中のブロードウェイで。すごい。すごい。すごい。何がや？すごくないですか？原画って。鳥山明さんが触ってるんですよ、だって。書いたものってことですよね、印刷じゃなくて。そうや。すごい人。すごい。いや、俺お前サザエさんのアニメになってんだ俺。すごい人。すごい。すごい人。すごい人だ。お前気づかないんだとか知らんけど。一緒に住みたくない。ナンバーワンです。あれだけど。大阪のおばあんだよ。一番言われたくない。大阪のおばあん。言わないですよね。そこに言われたら。もう終わった。俺は。終わった。俺はもう終わった。さあ続いて。はい、富山県の相馬さんからです。生放送クイズ番組優勝です。声優、はい、声優さんとの写真もゲット。あの例のアニメの大会で、そうです、はい、すごいよ。須藤真麻さんと一緒に二人で一組で出させていただいたんですけど、こう視聴者の方もクイズに答えられるんですよ。はい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 。で、私たちはクイズすごい間違えちゃったんですけど、視聴者の方が頑張ってくださってなんとか優勝。視聴者もチームなのか。はい、それに飯窪チームみたいな感じでいるんだ、はい、そうです。そいつらが頑張りよったんだ。正解率が上がって優勝できました。あ、率の勝負なんだ。100人いってたら、何人正解したっていう、はい、あ、なるほどなるほど。どんな問題だったの？いや、本当にアニソンだとかアニメの監督さんの問題だとかすごい難しいのばっかりで、はい、でも声優さんと野沢雅子さんと、うん、あと古谷徹さんと共演させていただいたんですけど、ドラゴンボールの悟空の声の方と、うん、いや、ヤムチャ、アムロの声をなさってる方と共演できて。ああ、古谷さんって星ヒューマン、ね、そうです。アニメの人って会うと感動するよね。はい。
でもまあ中にはショック受ける人もいててね、何やねんって、こんなおばはんがこの声かとかいうのもあるけども、声出してもらうと感動するよね。俺も一度ドラゴンボールのその、声やってもらったことあるんですけど、感動したもんね。目つぶって、おめつえなーとか言って。なんかさんまさんも今少しお上手でした。俺うまい。俺ごくうまい。今すごい似てました。おめつえなーとか言って。何回もやっていただいたり。まあこれはもう、あれいいですね。さあ、おかい、このコーナー初めて読むんでしょ。え、はい、初めてですね。ですよね。どうぞ。よし、いきます。北海道の、いきます。北海道の妄想老人2号さんからです。ダイエット。うるさい、お前。本聞いてからや、もう。本聞いてから、わかりました。いきますね。ダイエット、巨乳が残り大成功。いや、そんなこともないんですけどね、全然。お前よく巨乳なの。いや、違うんですよ。あすごいキラキラしてて、めっちゃ急に、急にどうしたんですか。うんうん言うてんね。いや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 。いや、怖いですよ。巨乳だと思わなかったからな。いくぼうんうん言うてんね。何カップなの。何カップ、そうやないかい。いや、普通に、なんでやろ、巨乳って書いてあったら聞くやないか、何カップ。いや、顔赤くなってる。言うんですか。かわいい。ないですよ、やめてくださいよ、もう。この妄想老人の人ひどいですよ。違います、でも正直多分ハローが貧乳が多いんですよ。まあそうやね、アイドルは貧乳多いよね。はい、だから多分そう見えるだけで普通ですよ。お、だから何カップやって聞いてんねやないか。体重は言えるのに言えないね。D です、 D カップあります。何やねんその言い方。いや、その踊り方もおかしいし。D カップ、言ったことに対して小さくされるよ。全然もう体重言ってると思ったら、なんか言えると思って言っちゃった。踊り方おかしい。すごい、すごい。お前 D カップまで褒めるか。イクボ憧れてんの。憧れてんの。すごい言うてるもん。イクボちゃんがいてよかったですね。よかった。でもなんか別になんか今言ったらもうなんか全て公開しちゃうじゃないですか。何を、体重も公開しちゃったりとか。ええやないか、お前スタイルええねんから。うん、え、本当ですか、知らんよ。そんな。お前のスタイル見てるか。かわいい。あれ次読めや。あ、読めますよ。いきまーす。あいつ褒め言葉受け入れたいけんな。千葉県のビアンコネロさんからです。勝ってます。そのな、なんでお前その投げやりな、そのトークやめなさい。勝てますとか言うような。勝ってますよ。勝ってます。ああ、その名、カメ坊緑亀。うん、でも、うん、正直、あの、2匹いて1匹死んでしまったんですよ。うん、で、まず最初どっちがどっちだかも。カメ殺して珍しいな、お前。カ、う、メ、ん、死んじゃったんです。なんで、長生きのイメージ。長生きあるじゃん。はい、強いやろ、あいつは何でも食べるし。でもちゃんとこう水とか入れ替えとかしてやってたんですけど、うんうん、死んでしまって。丁寧にやりすぎたんかな。ですか、うん、あ、そうなんですか、ね、うん。ちっちゃいの、あ、ちっちゃいので、でも大きくなるやつで。で、名前をいろんなところで、緑亀の名前をこう、その場で決めろみたいなところがいっぱいあったんですよ。いろんなこと言いすぎて、どれが本当の名前か分かんなくなっちゃって。あ、その場その場でね、呼んでたのか。そうなんです。まあ、将来的に赤筋なんやら亀になるからね、あれ。そうなんですか、大きくなるとですか。大きくなると凶暴になるんですよ。え、やばい、うちのめっちゃでかくなってきてますよ。俺はここに赤い筋できてきたやろ。亀、緑亀。あ、それでかいの、それも緑亀違うやんか。赤筋なんたら亀やないか。え、途中からそんな、名前変わんねん。亀臭なんて言うんですか、それ。赤筋、お前こんな首のとこに赤い筋いってないか、その緑亀。ちゃんと見てなかったです。お前ちゃんと凍てないんやねん、お前。いや、そんなことない。お前ほんま亀か、それ。亀ですよ。違う、違うもん、凍てちゃうか、お前。亀ですよ。結構でかい。お前トイプードルと間違ってないよ、お前。お前水だったら死ぬぞ、トイプードルに、お前。うわぁ、嘘。え、それが凶暴になっちゃう。凶暴になる。だからよく檻に、捨てたりして問題になってますけど、結構凶暴な亀なんです、あれ。あの緑亀って。どうしたらいいんですか。え、そのまま育ててあげたらいいんじゃないか。はぁ、もうじゃあ凶暴なまま育てていくしか。でも確かに餌あげるときパクパクしすぎだなと思ってたんですよ。はい。やばい。やばい。やばい。一遍買うたら死ぬまで買うのが礼儀やないか、お前。そうですよね。任せてください。はい、次行け。はい、行きまーす。東京都脂身のチャンピオンさんからです。ネットでは踊ってみたで有名です。チームおかえで娘を踊る。
何やそれ。あの、踊ってみたっていう、かっこ本人っていうので、やらせていただいて、で、一番最初出したのはもう100万回以上、嘘、はい、再生されていて、で、あの、最近、モーニング娘。の新曲の、ありがとうございます。あの、ブレイストーミングっていう歌を、あの、人を集めて、あ、そんなこともやるんだ、YouTube で。はい、で、踊りました。ああ、それをやっぱ見てくれるとか100万人超えるわけ。で、それが100万人までは多分行ってないんですけど、でも結構行ってるかも。65万回生でしたね。この前は。それちゃんとコピーやってんの。あ、コピーでちゃんと場所とかもちゃんとしっかりやってるからびっくりしました。うまいわ。はい。本人ぐらいの感じで本当にクオリティ高い。でも、すごいね。はい。だから俺のあの、ありがとうってあの、反問のやつが100万回数超えたって言うて、すごい話題になったぐらいやから、はい。それ、お前簡単に超えてんやろ、それ100万。そうですね、その、だから踊ってみたの時は、結構超えましたね。へぇー。だから自分でもそんなに見られると思わなくて、あの、ファンの人が勝手に、私のやつに本人のやつをくっつけて、本当の映像をくっつけて、振りの間違いとかを。はぁ、本人の間違いしてるってこと？間違えちゃってるんです、私。そんなんやってるんだ。はい。面白い。面白いね。そうなんですよ。さあ、そういうわけで、ほんな今日はもう、緑亀のやつにやってる。緑亀さん、何さんですか？何？二番目、二枚目の。緑亀。うん、誰？ペンネーム。ペンネーム。ビアンコネロさん。ビアンコネロさんに、スペシャル単独をプレゼントいたします。それでは、ここでキュートの曲をかけたいと思います。曲紹介お願いします。はい、それではキュートの、一番新しいニューシングルです。クレイジー完全な大人。名言、珍言、言うとったこのコーナーは昔のものから最新のものまでテレビやラジオ、雑誌、インターネットなどで見聞きした有名人の名言、珍言をリスナーの皆さんにツイッター形式で報告していただくコーナーです。はい。ではまず一つ目です。京都市の丸がりラーメンさんからです。女優の天海祐希さんが心筋梗塞のために降板した舞台己ナポレオンに急遽代役として出演することになった宮沢りえさんに対してこの舞台に主演する野田秀樹さんが感謝の言葉を言うとったなう。わずか2日間での稽古で舞台に立つことを英断してくれた男らしさに感謝します。言うとったもう今日もニュースでやってましたけども、2日で、まあスケジュール空いてるのもすごかったやろけど、まあまあ三谷君から頼まれたんでしょうけどね、穴開けたらもうとんでもないことになるか、でも2日、すごいですね。で、どんな舞台か知りませんけども、鳥肌立ちますね。2日で立つのもまあまあ、お客さんもこれ知ってるから失敗しても許してはくれるやろけどね、まあまあ逆に言えば、面白い舞台になるかわからないけど、天海祐希さんが心配ですよね。あの若さで、軽い心筋梗塞らしいですけども、はい、今後気をつけた方がいいらしいので、男が多いんですけど、女の人で背が高くって、はい、血管が細いらしいんですけどね、だから今後天海さんの方が心配ですよね。そうですね、気をつけていただきたいですよね、そしてはい、続いて千葉県のオレンジの6番さんからです。柳原加奈子さんが自身のラジオ番組でゲスト出演した飯窪春菜ちゃんについて言うとったなう。春菜はどこに勤めてもうまくやっていくタイプだよね。道重さんへの立て方もそうだし、なんか一つ小話を入れるじゃない、必ず営業マンみたいだよね。やっぱりもう言うとった初対面からバレてしまいますね。営業マンって言われてる。営業マン、あれは道重にとってはありがたい、お美しいって言われましたね。美しい、正面にいらっしゃって照明が当たってお美しいってどこ行っても大丈夫。確かに、まあ、ストレスで早死にするとは思うんだけどストレス止まらないですよね。ストレス早い。保険会社なんかって、もう棒グラフドーンっていくんちゃいますか。お前よ、これだけ契約取ってきたな、言われる。お前、新人でまだお前5月やぞとか言いながら、取ってきそうな感じはしますね。さあ、続いて。はい、千葉県のオレンジの6番さんからです。4月に渋谷で行われた道重さゆみと田中麗奈ちゃんのトークイベントで、ファンの熱心な応援に対して田中麗奈ちゃんの、本当にファンの人ってすごいですよね。だって麗奈たちこんなアイドルみたいな衣装着てるけど、脱いだら普通の女の子よ、というコメントに対して、道重さゆみが言うとったなう。普通よりむしろ貧相な体してるもんね。申し訳ないくらい。
言うとった。そんなことありますか？そんなことあるんですね。ちげさんめっちゃスタイルいいですけどね。すごい。貧相やねん。貧相なんですよ。普通以下ですね。わかるわかる、はい。それは俺もいつも見てたばかり。真正面で見られてますね。俺にはもう美しくない。貧相だなーっていう感じ。やっぱ真正面には春なんかいいですね。正面には春なんやな、もう。麻雀してももう来てほしいな、前にな。おしまい。ヤムスは癒せませんのコーナー。イエイ。さあ、おかゆどうやった、この間1年3ヶ月前はどうやった、お前は。なんか笑ってた気がする。めっちゃ怒られました、さんまさんに。やっぱお前下手なのか。ちょっとこういうの苦手ですね。じゃあもう2人の勉強して見とけよ、お前。いくもすごいぞ。わかりました。はい、どうぞ。はい、愛知県の黄色は膨張食屋さんからです。こんなになっちゃった。まあ、これでも そうじゃない、こんなになっちゃったじゃないの。違いました、はい、こんなになっちゃってて驚きが入る。あ、びっくりの方。どうぞ。こんなになっちゃった。こんなに、こういう感じ。まあ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 、さあ、行こう。はい、藤井寺氏の本間出っ歯 TV さんからです。もう許して。あ、まあまあ可愛いけどな、もっともっと、もう許してっていう感じ。はい、もう許した。あ、いいね。やった。行きまじりか、行きまじりが大切なんですか。行きまじりか、なんだその分析は。行きまじりか、行きまじりか、これは。なんだろうね、行きまじりか。ささやく感じです。おっさんみたい。おっさんやろ。おばあん、これおっさんやない。これは何か、行きまじりか。え、何だよ。そうや、行きまじりや。よし。はよ、名前やべえや。やべえや。はよ、言えや。宛先から。宛先言いますね。よし。はい。よし。もう、なんだ、開始、いきます。堺市ゼラチン体質さんからです。はい。大人にした？あかんねえ。なんでなんでなんで息入ってないし。行きまじり行かれて、全然行きゃ入ってんや。はい、道に行きます。神戸市の与之助さんからです。寝させないわよ。こういう感じや。おい、気まじで。はい、行くも行けやよ。はい、埼玉県の、埼玉県埼玉やな。埼玉県、埼玉県のマシュマロンさんからです。おねだりしてもいい？ああ、まあ時間ないから、まあもっとうまくできる。こういう感じや。はい、はい、はい。行けや、行けやよ。埼玉県のマシュマロンさんからです。ちょっとは休ませて。なんやねん。いいじゃないですか、今の完璧。違うわ。今の完璧。もうええ、もうおしまいや。さあ、そういうわけで今日は1年3ヶ月ぶりに、はい、おかいが来てくれましたけど。ありがとうございました。うん、もう1年半も期間を空けさせられて。あ、お前はもっと来たいのか。もっと来たいですよ。もう早く、もう、さんまさんで髪の毛見てほしかったのに。そしたら似合わないって言われて。ちょっとすらも忘れてたしね。忘れてましたよ。でも痩せたことに気づいてくれたんで嬉しかったです。まあ、考えてみればね、はい、ディレクターが独身のおっさんやから、うん、もうそれに気に入いられるように持っていくか。そうですね。まああとはもう事務所の会長に、会長さんに、やんたんやんたんって言えばなんとかね。じゃあ会長さんに言っときますね。どっちかやな。あ、まあまあ惚れられるのは無理や。今日の、この放送でもう多分出るか。おばちゃんの声、おっさんの声。おっさんだね。やばいですね、そりゃ。行きかーとか言って。行きまじりか。行きまじりかーとか言ってけど、全然参考にしてないのが。そうだね。すごいよね。全力な参考だったんですけど。なるほど。頑張ってくださいというわけで、はい、今夜のお相手は、柏さんま、村上昌司、モーニング娘。の道重さゆみと、飯窪春菜と、キュートの岡井千里でした。はい、また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。